ね。何俺のベッドに潜り込んでんだよ。リタ、いつまで寝てるの？遅刻す。お邪魔しました。おい、ミカ。おい、起きろアホ。いや、じゃあ私のベッドを使っていいから。やるな。状況はやばい。とにかく起きたら面倒だ。ましてや他の誰かに見られたりしたら。だって寒くて体温上がらないから、ダーリンに温めてもらおうと思って。だったらお風呂入れてくるからちょっと待ってて。ダメ。じゃあ組んじゃいますね、森岡さんスペシャル。森岡さん、お茶。え、大丈夫ですか。宇宙人を信じるかい？信じません。エスト、お前また。フィアナ、お前一体何を。姫巫女のカムイを分け与える審議員秘用の儀式神楽、秘密よ。神と、あんたたち、何してんのよ。待て、誤解だ。何が誤解なの。はいはい、分かってますよ。今起きますよ。ダメだ、やっぱり腕がしびれて動けねえ。早くしないと俺、学校が。よかった、やっと起きてくれた。お前、何してる。それはこっちのセリフよ。うわ、何すんだエッチ。でも寝言に返事するとずっと喋り続けるって本当なんだね。え、俺何か言ったのか。言ったわよ、千里のこと好きだ、愛してる、もう離さない。つけ。私はもう出るからね、遅刻しても知らないわよ。なんだか私も眠くなってきちゃった。なんかあったかい。何してんだよ、もやね。女の子はもっと優しく起こしなさい。なんで激怒されてんの俺。おかしいな、確かに見たと思ったのに。あれがマジ妄想だったらヤバくねえか俺。あ、タオル借りてるよ。なんだお前は。デビルーク星から来たの。デビルーク本当かよ。ね、地球人にはないでしょこれ。うわ、こんなの欧米じゃん、挨拶だから。う、夢か。あ、
カラスくん。シムカさん。ノーだ。どうしました、ご主人様。とりあえずご主人様以外なら何でもいい。では兄上様と。ダメだ。お兄ちゃん。ダメだ。またしても飲みすぎた水。もうちょい寝ようよ。いや、降りろよ、重いよ。あ、なんでまた寝るのだ。起きろ。逃げろ、小鳥。では、ごゆっくり。狡猾な罠だろう。おはようございます。おはようございます。おい、布団めくるなよ、寒いだろ。今日はユンユンの家に泊めてもらいます。沈め。なんかとんでもない夢を見たな。なんじゃこりゃ。あら、起きたの坂町くん。安心して坂町くん、手術は無事成功したわ。あなたはもう普通の人とは違うわ。試しに変身って叫んでみて。変身。おやすみなさい。なんか見覚えのある。やっぱダメだ。聞いてるの？ねえ、夏大丈夫なの？一枚だけ寝顔を。あ、アンくんのパンツ発見！な、こしなさい！お兄ちゃん、うるさお！な、何してるの？おやじみんなちゅーん。それは、あそっちの方少し深くなってるから気をつけて。え、あ、どこ見てんの？人が困ってるのに。ごめんごめん。やめろよ。トガシ君のエッシー。やめねー。やっと戻ってきたか。お前のせい。